楽しかった。よし、なんかあれ。どうした？お手伝いしてくれる？うん、お手伝い。お手伝い？わかる。どうした？これなんだ？あ、わかんない。チーズ。見て、チーズ。ゆうたん大好き。大好きだね。もっと大好きなやつ。コーン。見て、ゆうたん大好きなコーン。ゆうたん今日はパパとママの分も残すからね。絶対だよ。今日は残してね。これお野菜。キャベツ。こっちママ。パパ。それはパパのね。うん、パパここ。うん、メイキー乾杯しようね、今日もね。メイキー乾杯する今日。じゃあこれ使おう。このさ、うん、日本で買ったやつ。あ、この箸置き。ママ。足りんかったらもうちょっとあるか。トマトソース。うん、あ、なるほどね。トマトソース。あ、冷凍の米を持ってきたんだ。そう。さつまいも。ほんとこれさつまいもの形のチリみたいな感じだね。ちょっとユリ、コーン全部並べないでよ。待って待って、ゆり待ってって待ってって、ご飯作るからさ、コーンさ、こんな風に並べられたらご飯作れないじゃん。じゃあちょっとだけ先にコーン温めてあげるね、すぐ温まるから、ちょっと、あー、めっちゃ入ってくる。あ、ちょっと涼しいんじゃない、割と風はね。うん、よいしょ。結構いっぱいになっちゃったね。ねえ、溢れるね。溢れそうだ。もうちょっと野菜がしんなりしたら、うん、収まると思うんだけど。あ、ゆだちゃん上手。え、そうなの？これをつけながら食べましょう。めっちゃうまそう。美味しそうじゃない？飲みながら、みながら、せーの、いただきます。じゃん、せーの、ミッキー、乾杯。ミッキー、ミッキー、チュ。ミッキー、チュ。じゃあ飲もっか。うん。あ。とろとろ。よいしょ。あっくうんうんうん、うまい、うん、ロゼのスパークリングワインが合う。合う。これはシュワシュワじゃない？シュワシュワ、ね、真ん中に追いチーズする。うん、あ、いいね。いい。何でこうチーズがグツグツなってるのって美味しそうなんだよね。なんだろうね。
知ってるからだね、その美味しさを。そういうことだ。しないでください。あ、ミュータンスいた。そのとこにミュータンスがいたよ。ほら、動いたらミュータンスがどっか行っちゃう。あ、いたいた。ほら、ここにいた。コンビニで買ってきたおつまみ、うん、いた。いた。いいつまみだ。でしょ、いいつまみ。ひーちゃんはつまめるかな、これ。あ、これは、これはさ、火はもちろん通ってるから焼くっていうよりもちょっと温めながら、いいか。なんかさ、うん、思い出しちゃうな、なんか一人暮らしの時を、うん、仕事終わって、うん、帰りにこう DVD 借りて、うんうん、お酒とおつまみ買って、うん、帰ってさ、うん、自分の好きな DVD 見ながら、こうお酒飲みながらおつまみ食べてっていう時間、うん、すっごい楽しかった。そうなんかもうそれ今できんじゃん。できないね、うん、そしたらキャンピングカーで、うん、自分の部屋として過ごすのもいいんじゃない。いや、そらさ、私がキャンピングカー運転できるんだったら、うん、正直もう絶対多分お願いしてた、一人で車中泊行かしてって。うんうん。でも絶対無理、私運転めっちゃ下手でしょ。楽しいと思うよ。え、じゃあ逆にしんちゃん行けばいいじゃん。これが、うん、え、行きたいって思うん、一人で車中泊って。一人でよ。え、なんか男の人って好きじゃない、だってそういうの。まあ、なんだろう、一人でいるよりも家族っている方がなんか好きかなって。ほんとしんちゃんあれよね、いつもまっすぐ帰ってくるしさ。ちょっと今日飲んで帰るってないね。びっくりしてがすぐ帰るよね。すぐ帰るし、どっか行こうもんね、一緒に行こうってすぐ誘ってくるしね。うん、寂しがりやか。一回やってみたら。マジで。ハマると思う、私は。ああそう。うん。ってことはあれよね、せっかく車中泊するならカップ麺お湯沸かしてっていうよりも、なんかこのプレートでも。うん。ちょっと焼いてとか、うん、何かしら。そうだね、準備はしてあげる。あ、本当？うん、ある程度の準備はしてあげるから、最初はね、うん、だって料理ほんまにできんじゃん。びっくりしたもん、私。ちょっとできませんね。もう役に立たなすぎてびっくりした。あとはこう焼くだけに、うん、でいいみたいな状態まで。おお。最初は浸ってもええよ。待って、しんちゃんにちょっと楽しんでほしいわ、一人車中泊を。楽しくなってきた。俺よりも楽しみにしてない。私結構家で優里と二人の時間は楽しいから。あ、そう、うん、逆に俺にちょっと出ろと。いや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 、うんうん、出てもいいんじゃないかなと思う。ちょっと行ってみようか。じゃあ行ってみよう。すぐ帰ってきた、ごめんね。鍵閉めとくから。
肩で寝ながらゴロゴロしながらモニター見る。そうだった。いいよ、そうしようか今日。スノーピークはどっちがいい？スノーピーク。毛布かな。ゆうちゃんはスノーピーク。これ絶対かけて。どれ？こっちがいいでしょ絶対。うん、じゃあまずバターここに乗せてくれる？ちょっとスイッチ入れるね。今日でいいか。3、今なんの、うん、お、最後の一枚が染み込みすぎてトロトロだ。もう少し中までじっくり火を通したいの。こっちはもういいかな。こっちはもういい。これユウリ。うわー、出しすぎ。出しすぎた。あ、ちょっと指にペロってくらい。ここにあるからこうやって。
ブンブンから食べる、うん、クリームつけて美味しいね。エイクのママに、しみしみだな。しみしみね。いい感じだね。ねえ。ふわふわ。クーラーどうする？つけて出る？うん、そうしよう。温度どうしよっか。27ぐらい。7ぐらいにしとこうか。7ぐらいにいっか。うん、今が 48%、残量が。うん、さあ、どんぐらいなってるかな、これで。クーラー27度と、うん、また冷蔵庫。冷蔵庫。ついた状態。ぐらいか。うん。じゃあ行こうよ。はいはい、じゃあ行きましょう。行きましょう。あれ早い。はい、早いね。涼しい。めっちゃ涼しい。あ、涼しいね。あ、もう今日暑かったね。30度超えだからね。あ、クーラー最高。あ、つけていっとってよかった。よかったね。あ、どう？ 39%。 あ、39まだ残ってる。39残ってるね。39残ってる。クーラーつけて、だから6時間近く出てたよね。そうだよね。まあ、とりあえず1泊2日だったら何の心配もなく使えるってことが分かったね。1泊2日なら全然余裕。クーラー使って家電でご飯作っても全然余裕ってことは分かったね。うん、さあ、もう遊び疲れました今日は。ね。ねえ、ゆり、楽しかったね。まだ遊びたい。まだ遊びたい。でももうさすがにママたち疲れた。まだ遊びたい。無理無理。もうママたちは無理。はい、それではスタートいたします。出発するよ。楽しみだね。行ってきます。はい、スタート。風強いから気をつけてね。ね、見てみて、あそこから
るよ、いくよ。Thank you.